アクアチャンネルのザッキーです。今回はレクサス RX 専用のカット済みプロテクションフィルムを紹介します。はい、透明タイプのプロテクションフィルム。こちらをカット済みにして手軽にさりげなく愛車を傷から保護できる商品。これが当店人気のカット済みプロテクションフィルムになっていますが、今回紹介に使用しますこちらの車両はレクサス RX350。 グレードは f スポーツになりますこちらの車両で紹介させていただきますはい、このカット済みプロテクションフィルムに使用しておりますプロテクションフィルムなんですが皆さんご存知の方も多いと思いますがそもそもこのプロテクションフィルム一体どういったものなのかと言いますと車のボディ塗装面を保護する特殊なフィルムになっていますですのでボンネットですとかバンパーヘッドライトフェンダードア、ルーフこういったところの塗装面に貼り込みすることによって この車を傷から守ってくれるというのがプロテクションフィルムになります最大の特徴はこのプロテクションフィルム表面についた傷は熱によって自己修復するといったものになります実際にこれどういったことなのか分かりやすくした映像がありますこちらをご覧ください。はいこちらは今回紹介します透明プロテクションフィルムと同じ性質を持った艶あり黒のプロテクションフィルムをアクリルの板に貼ったものになりますここにワイヤーブラシを使ってたくさんの傷をつけています 光が当たっているところが分かりやすいと思いますので矢印に注目してください、はい、この傷に強制的にヒートガンで熱を当てていきますそうすると、はい、このようにスーッと傷が消えていきますもう一度ご覧いただきましょう矢印に注目してくださいはいこのように熱を加えるとスッと傷が消えてくれますこれが今回紹介しますプロテクションフィルムの最大の特徴になります これ以外にも優れた撥水性がありますので、水弾きがとても良く汚れがつきにくい状態を作れます。それから紫外線を低減する効果がありますので、例えばヘッドライトなど、紫外線によって劣化しやすいような場所に張り込みすることによって、この劣化を低減させてくれます。それから優れた光沢性を持っていますので、とても深いツヤになります。傷ついても自己修復する機能を持って、汚れがつきにくく紫外線を低減してくれて、そして深い艶がある。 こういいっった特徴を持てるのプロテクションフィルムをですね本来ですと先ほど言ったようにボンネットですとかあとはこういったところにですね1枚のシートから施工していくんですがもちろんこの方が効果が非常に高いですですが車を預けて施工することになりますのでお値段も高価になりますそして何より DIY で施工することができなくなりますので専門的な技術を要しているお店にご依頼することになります これをですね、もっと日常的に車を使用していて特に傷のつきやすい場所こちらに重点を置いてさらにその部分に張り込みしやすいように既にカットされたものこれを対象箇所に施工することになりますのでりり込みがとても手軽になります。ですので DIY でも張り込みができるそういった手軽な商品になっています。 はい。そしてこちらが実際の RX350 専用のカット済みプロテクションフィルムになります。はい。このようにカットされている商品になりますが、こちらは透明タイプのプロテクションフィルムになります。白く見えるのは、この裏面の剥離紙が白くなっている状態ですので、張り込みしてしまうともうわからなくなるほどです。では実際にどこの商品かと言いますと、これ実はヘッドライトプロテクションフィルムになります。はい、こうやって当てがうと形状の感じがわかると思いますが、 ヘッッドライトトののレンズの形状に合わせてカットしてカしいます。このようにしてヘッドライトのレンズを守るようになっているんですが今回はですね RX こういったように艶あり黒のパネルがついているんですがここも保護できるように分割ししてて別パーツででりり込みできるようにしてあります、はい。このように貼る場所に合わせて専用品で事前にカットしたこのカット済みプロテクションフィルムこのレクサス r x のどういったところが商品のラインナップになっているのか。 こちらをですね、まずは紹介していきますわかりやすいように先ほどのようにはくりががついた状態で対象箇所に合わせせてて商品の紹介をさせていただきます。そしてその商品をどのようにしてこの車両に施工していくのかこの施工方法も紹介します実際に商品をご購入いただいて DIY ご自身で施工される場合の参考となりますのでご購入いただきましたらばこちらの動画を参考に施工していただければと思います はい、この動画はチャプター設定をしておりますので実際にご自身で貼り込みする場合にはすぐにご参考いただけるようになっております詳しくはですねこの動画の説明文概要欄をご覧ください本文の最後の方にチャプターの時間割を表記しております、はい、それでは商品ラインナップを紹介していきますまずは冒頭でもお話ししましたこちらヘッドライトですがヘッドライトはですね一番心配なのは飛び石などによるダメージです それ以外にももちろん洗車傷ですとか磨き傷こういったことも防ぎたいところそれから紫外線が点滴になりますレクサスの場合ですとヘッドライトのレンズこの上面ですねここがあまり露出していませんので比較的影響は少ないんですがそれでもこの表面は表に出ていますよくあるのが日照の関係によってどちらか片方がくすみやすい黄変になりやすい こういった状態が自動車はありますが、そういった紫外線も低減してくれる。それがこのカット済みのヘッドライトプロテクションフィルムになります。はい、こちらはですね、ヘッドライトのレンズ面、それからここにベスパーツで設けているこちらのガーニッシュ、つやりの黒のパネルの部分も保護できるようにして、1シートに2つのパーツが入っていますので、2点になって左右合わせると4パーツ、これが1台分のセットになります。 はい、今回はこのヘッドライトプロテクションフィルムは透明タイプで紹介させていただきますがこのヘッドライトプロテクションフィルムに限りましてカラーーバリエーションが選択できます。このクリアタイプそれからライトスモークそしてスモークとこの3タイプありますのでお好みのものを選択して貼り込みすることが可能になっていますはいそれから傷がつきやすいといえばここも傷がつきやすい部分になりますこのドアハンドルの内側です こういった白いボディですと黒いひっかき傷のような細かい傷が入ってしまうそういったことに悩まれているオーナーさんもいらっしゃると思いますということでこちらにはこここのドドアハンンルルプロテクションフィルム、これを貼ることでで安心できます。このドアハンドルプロテクションフィルムは専用形状になっていますので例えば今ここは運転席ですがこういった形状のものがここに収まるように専用の形になっています。 このレクサス RX 専用形状ですので、広範囲にこの部分を保護できるのが特徴になっています。そしてこちらがリア側になりますが、もちろんこのリア側も同じように施工することが可能。これが前後、そして左右ありますので、全部で4点で1台分のセットになります。はい、それから同じようにこのアウターハンドルの部分なんですが、このように艶ありのブラックになっています。そしてこれ上を向いているんですよね。 ここも傷が入ってしまうととても残念な思いになってしまいます。それでいて傷がつきやすい部分。ということでこちらも保護できるようにアウタードアハンドルプロテクションフィルムとしてこういったカット済みの商品を発売します。こういったところはとにかくいつの間にか傷がついてしまって後で見返すととても残念な気持ちになる部分にもなります。 そして光が当たると傷が目立つんですよね。ですので傷つく前にですね、しっかりこういった形で保護しておけば安心です。このアウタードアハンドルプロテクションフィルムはこのつやりの黒の部分のこの上側ですね。下もありますが、上側を特に保護できるように全部で4箇所のドア、張り込みできるように1台分のセットになっています。はい、続いてボディサイドの部分はですね、ピラーとモール。こちらの部分にも商品のラインナップがあります。まずはピラーですね。 このピラーエクサス RX の場合ですと艶ありの黒の黒パネルになっていますこちらもですね細かい傷がついてしまうとそれが目立つ部分にもなりますそれからこのドアを開け閉めする時特に閉める時ですねここをどうしても触れた状態で閉めたりする場合もありますそうするとこの部分指紋がたくさん目立ってしまうんですがその指紋がたくさんついた状態気になるとですね吹きたくなりますが その場で無造作に拭いてしまうとそれはそれで傷がついてしまいますそういったことで特に洗車傷ですとか磨き傷そういった傷がたくさんつく部分でもありますですのでこちらを保護できるのがピラープロテクションフィルムになります、はい、今回こちらの車両にはこのカット済みのプロテクションフィルムではなくてカット済みシートのブラックカーボンシートこちらでご依頼をいただいておりますのでそちらで紹介させていただきます こちらが実際の商品のパーツになりますが、わかりやすいようにですね、仮置きしてみます。このピラーの商品、片側で5箇所になりますので、こういったように専用形状で貼り込みができるようになっています。そしてこの真ん中のピラーに限らずですね、艶ありのブラックになったパネルが数箇所ありますが、後ろのドアですとこういった三角形のパネルの部分ですとか、その後ろにありますこの細長い部分もピアノブラックになっています。 こういったところそれから同じようにこの前側ですねこのドアミラーの付近にもここにもこういった形状でありますのでここのピアノブラックになっている部分全部に貼り込みができるようになっていますもちろん透明タイプになりますので貼り込みするとこの状態のままになりますそれでいてこの表面についた傷は熱で自己修復してくれますし透明のプロテクションフィルム貼り込みしますととてもツヤツヤの状態になりますので このピアノブラックの美しい状態を保持しておくことが可能になりますこちらはまた別な動画でカット済みシートの社外の商品で詳しく紹介しますのでそちらもぜひご覧いただければと思いますはい、続いてはこのモール部分ですこのメッキになっていますがモールの商品はこのメッキになっている部分全てになりますもちろん左右合わせてになりますがどういったものかと言いますとこちらもですね今回プロテクションフィルムではなく カット積みシートのブラックカーボンシートで施工しますので参考までにこちらで紹介させていただきます例えばこういった形状のものがありますがこれどこかと言いますとこのドアミラーの部分の一番前側ですねこのモールの部分に張り込みができるようになったパーツになります分かりにくいのでもう一つ紹介しますが同じようにですね例えばこのフロントドアのこの上側のモールですと、はい、こういったように先ほどの部分と今この当てがっている部分ちょうどこのメッキの部分が パネルが分離するようになっていますのでその通りにカットして作ってありますですからその分離面をシートで覆わないフィルムで覆わないようになっています、はい、こういった専用形状ですねこういった状態で同様にこの後ろ側ですとかこのクォーターガラスの部分それからドアモールの下側の部分この全部メッキの部分が保護できるようになったものがこのモールプロテクションフィルムになりますこちらはですね 幅の狭い部分になりますが、もちろん傷もなんですがそれよりもこのメッキ部分ののくすす。みを防ぐ、そういったた目的にに適した商品になりますこのメッキ部分もですね劣化によってくすんでくるととても見た目が残念になってしまいますのでそういったことにならないように保護しておくそれからそういったくすみやさらに傷がないこの美しい状態のメッキを保持しておくそういったことが可能になる商品になります。 はい、それからこのようにドアを開けたところにも商品ラインナップがあります。こちらはもう乗り降りの際にダメージを受けてしまう場所。そちらに商品のラインナップをしております。代表格といえばこのステップ部分になります。どうしても乗り降りの際に足が通過しますので、ぶつけて傷をつけてしまったりですとか汚れたりといったことがあります。車種によっては純正のアクセサリーでスカッフプレートなどがあったりするようにですね。 ぶつけやすい部分になります。ですので、ここを保護できる商品。それがドアステッププロテクションフィルムになるんですが、今回はですね、ブラックカーボンシート、のカット済みシートを貼り込みしますので、商品のイメージとしてはこういった状態になります。色がついているのでお分かりやすいと思いますが、こういった広範囲にこのステップ部分を保護することができます。そしてさらに大きめになっているんですが、これは角を折り返すことによって、 この上面だけじゃなくてこの側面まで保護できるようにしたものがこちらの商品になりますこちら今ブラックカーボンシートで紹介していますが透明プロテクションフィルムも全く同じこの大きさになりますのでこの範囲が透明で目立たなくなって保護されると思っていただければと思いますはいそれからもう一つがセンターピラーですここもですねこの辺りによく傷が深く入ってしまったりですとか細かい傷がついてしまったり そういったお車をお見受けすることがあります。ですので、ここに次いでこの部分も意外と傷がつきやすい部分になっています。この部分を保護できるのがセンターピラープロテクションフィルム。これもちろん左右で1台分のセットになりますが、こういったようにですね、先ほど申し上げたこの範囲を保護でき、る。そしてさらにこの角も保護できるように折り返して張り込みできるようになっています。 でですのでこのセンターピラーの部分を守るこのセンターピラープロテクションフィルムと今回ブラックカーボンシートになっていますがこのドアステッププロテクションフィルムこちらは前後左右で4カ所分で1台分のセットになっていますが併用して貼り込みするのが雑ッおすすめの状態になります、はい、続いて後部座席ですが運転席の後部座席になっていますがこちらもフロントと同じような商品構成になっていますまずは先ほど ドアステップパネル、こちらを紹介しましたが、これがリア用になっています。フロントはもう少し長い商品。後ろはこのように短くなっていて、この開口部の部分、こちらにこのように張り込みできるようになっています。フロントと同様ですね、折り返して角も保護できる。ですので、RX、ここが結構長いんですが、こう広範囲に保護できるようになっています。フロントも、このリア側もですね、特にこの位置という場所はありませんので、 お使いになられていて特に傷がつきやすいであろう場所にですねしっかりと張り込みすることによって効果的になりますそれからフロントはセンターピラーでしたがリアはクォーターパネルになりますこのクォーターパネルを保護できるのがリアクォータープロテクションフィルムになりますこちらはですね3分割で作っているんですが1つはこの内側になる部分こういったようにまずこの部分を保護できるものそれから この外側の方ですね、はい。こういったようにパネル外側になる部分を保護できるもの。そしてさらに、乗り降りの際、一番足がぶつかりやすいのは、この部分になりますので、ここをしっかり保護したいということで、分割で別パーツ、はい、こういったように作っています。これで3分割にして、この部位を全体的に保護することができます。さらにですね、ここにくぼみがあるんですが、この丸い形状のところ。 これドアについているゴムブッシュが逃げるようになっているんですけれどもここはですね見えにくいんですが丸くカットしていますのでこの部分しっかり逃げてくれますくぼみになっていますので出っ張りではないので当たりにくくはなっていますのでしっかりドアの開閉時にこのブッシュが干渉しないようにですねきちんと作ってありますはいこのリアクォータープロテクションフィルムは今申し上げたこの3つの構成で片側で3点 左右合わせると6点で1台分のセットになっています。はい、続いてはこちらですが、ラゲッジルームになります。ラゲッジルームの部分で心配なのは、荷物の出し入れによってぶつけてしまってついてしまう傷。というと、このリアバンパーになります。そういったダメージから、このリアバンパーの部分を保護できるのが、こちらリアバンパープロテクションフィルムになります。こちらはですね、車種問わず人気商品になっていますが、 やはり不意にぶつつけてしまって傷がついてししままっ傷がいうそういったことが心配ですねですのでこの上面だけではなくてこの下がった部分ここも角を保護できるようにこのように作っています例えばゴルフバッグの出し入れなどいい例かもしれません注意されて出し入れはもちろんされていると思いますがそれでもですねショルダーベルトのバックルが当たってしまったりですとかそういった不慮のダメージから保護してくれます このリアバンパープロテクションフィルムはさらにですね、この立ち上がりの部分、この部分への衝突できっついてしまう傷、これも守れるようにバージョン2としてこの2点のセットも発売しております。この部分も心配だなという方はですね、このバージョン2を選んでいただけますと、この立ち上がりの部分とさらにこのリアバンパーの部分、全体的にこの範囲を保護できる、この2点がセットになりますので、おすすめです。 はい、それからここもですねあると万が一の時にはとても安心できる商品になりますがこのリアハッッチのエッジ部分ですこのようにリアハッチ開きますと後ろ側にはみ出した状態になりますがギリギリに障害物があったりするとぶつかってしまいます特に今パワーゲートになっていますので瞬間的に止めるのがなかななかか難しくなっていますそういった意味からもこのエッジ部分を保護できると安心になります はい。それが叶うのが、このリアハッチプロテクションフィルムになります。はい。こういったように、貼り込みができる専用形状になっています。こちらもですね、このように角、この R を付けていますので、この部分に合うようにカットしています。そして、透明タイプになりますので、貼ってしまえばもうこの状態ですね。わかりにくくなりますので、おすすめの商品になります。はい。次に紹介しますのは、テール部分になりますが、 このように近年の車はですね車体よりもテールランプのレンズ面が外に飛び出しているデザインのものが多くなってきていてさらにその上の部分っていうのはこのようにつやありの黒になっているタイプが最近は目立ちますこのつやありの黒の部分ですね意外と傷がつきやすいですこのボディの塗装面と違って傷つきやすい部分になりますそれでいて傷がつくとすごく目立つ場所にもなっていますそれからこののように上を向いていてますので、 汚れがたまりやすく紫外線の影響も受けやすい場所になっていますこういったことから特に上側はしっかり保護していたいところになりますのでテールプロテクションフィルムこちらを発売しますはい張り込みするイメージは白くなるので分かりやすいと思いますがこういったようにテールランプのユニットのこのつやり黒の部分を保護できるようにしたものになりますそしてゲート側もありますのでこのゲート側もこういったように。 張り込みができますこのゲート側ですね上を向いている面っていうとこの部分になりますのでうまくこの部分こういったように逃げるようにカットをしてこのように張り込みしやすくしています、まあ、はくりががついている状態ですがイメージがつくと思いますのでゲート側はこういった感じプロテクションフィルム実際ここまでですこのように貼り込みができますそしてもう一つがプロテクションフィルムの始まりからいくとこういったようになります このようにですね、このつやりの黒の部分傷や汚れそして紫外線これから守ってくれる商品になりますこれは片側で2分割していますので全部で4点で1台分のセットになりますはいそれではこの後施工方法を紹介していきますがまず施工にあたって注意点なんですが今回紹介しますこちらの商品は大半が車の外に施工するものが多いです ですので必ず全体的に洗車をしてきれいな状態にしてください施工する部分だけをきれいにしても今回の商品は水水を吹きつけて水張りりすす。ることになりますその洗剤水を吹きつけた時にですね思わぬところから汚れを呼ぶようになってしまいますので必ず洗車を全体的に行ってくださいその上で水分をよく拭き取りましたらば施工箇所は脱脂をしていきます でですのの事前にに必必ず必要になってくるのが脱脂剤、当店ではこういったブレーキパーツクリーナーを使用していますこれを直接車にかけるのではなくて柔らかい布に吹きつけてその上で対象箇所を吹き上げて油分を取り除きますそれから今回のプロテクションフィルムは剥離紙から剥がした後にそのまま直接は絶対に貼ることができません中性洗剤を水で希釈した液体を使用して貼り込みしますその時に必要なのが、はい、ハンドスプレーです これを使って中性洗剤の希釈水これを吹き付けていきますそして張り込みの仕上げに使うのがスキージーですこれを使ってプロテクションフィルムの表面をならして中の水分を出しながら貼り込みしていきます当店ではシリコン製のものを使用していますがゴムヘラでも代用が可能です、はい、この3点は、 今回のプロテクションフィルムを貼り込みするにあたって必ず必要なものになりますので、事前にご準備ください。もしそれぞれがご準備できない場合には、当店のホームページ、オンラインストアで商品と一緒に購入が可能になっておりますので、もしご準備がかなわない場合にはご利用いただければと思います。商品ページはこの動画の説明文、概要欄に記載してあります。はいそれでは実際の施工方法を紹介していきます。 はい、それではヘッドライトプロテクションフィルムの貼り方になります。シートは運転席側用で一つのシート、助手席側で一つのシートになっています。そして一つのシートには分割で二つのパーツが入っています。一つはこのヘッドライトのレンズ面に貼り込みができるもの。そしてもう一つがこちらのヘッドライトのパネル。この部分に貼り込みができるパーツが入っております。専用の形状になっていますので必ずヘッドライトに仮り合わせをして 形状を確認してから、そして張り込みのイメージを確認して貼り込みしてください。貼る順番は、まずはこのレンズ面、大きな方ですね。このレンズ面を先に貼って、2番目にこちらのパネルを貼り込みしていきます。レンズ面を貼る場合には、位置合わせはこの目頭の部分、そしてヘッドライトのこのラインを合わせて貼っていきます。上側は向こう側に倒しますので、全体的なラインはこの下側のラインを合わせていきます。 そしてヘッドライトは形状がこのようにラウンドしていますのでこの付近にシワが寄りやすくなりますですのでこの目頭を合わせるとここはですね若干ここに届かない状態になりますがこれはそのしわを解消することによってこの部分にぴったり合うようにしていますでは実際に貼っていきます レンズ面が貼れましたら次にこちらの黒いパネルの部分を貼っていきますはいこれでヘッドライトプロテクションフィルム貼り込みが完了になります 貼ったばかりですとこちらのレンズの方ですね少し白くもやっとした状態になりますが時間とともにクリアになってきますはいそれではドアハンドルプロテクションフィルムの貼り方になりますこちらの商品はこういった形状のものが全部で4枚で1台分になっていますそれぞれのドア専用形状になっていますので必ず商品の上のタグを確認してください今こちらのドアハンドルは運転席側になりますので 運転席側の場合には商品のタグが下2桁のアルファベット FR となっているものがフロントライトですので運転席側 RR が運転席の後部座席リアライトですね FL はフロントレフトですので助手席側 RL はリアレフトですので助手席側後部座席と必ずそれぞれがそれぞれのドア専用になっていますそちらで確認した上で必ずこういったように仮合わせをして作業してください それからもう一つ注意点ですがこちらのタグが正対して上にある方これがこういった形でつきますこれが逆になりますと上下逆ですので形状が異なってきますので必ずこの方向でさらに剥がしてしまうとこのタグははくり紙の方に残ってしまいますので剥がしてしまうと分からなくなってしまいますですので必ずこのタグが上にあるのを覚えておいて貼り込みをしてくださいでは実際に貼っていきます はいこれでドアハンドルプロテクションフィルムの張り込みが完了になります補足ですがはじめにこのドアハンドルのこのカップの部分の山の部分ですねこのやや下側にこの上側を合わせて下の方向に向かって張っていきますこの時に中のこのくぼんでいるところこの2箇所付近が一番シワがよりやすくなりますこのシワをですね今度下側に向かって張る時にシートを フィルムのこの両端ここを少し浮かせた状態で真ん中から横に向かってシワを伸ばしながら貼るのがコツになります一箇所でシワを潰そうとせずにですねフィルムを少しつまみながら少しテンションをかけつつ伸ばしながら貼り込みをしていくときれいに貼ることができます、はい、ではアウタードアハンドルプロテクションフィルムの貼り方を説明します 全部で4箇所分の商品になっていますが、貼り方はこの運転席側のドアハンドル部分で説明します、はい。こういった形状のものが全部で4つになります。そしてそれぞれが専用の部分になりますので、運転席でしたら運転席専用のパーツになっています。必ずこのタグを確認してください。運転席は最後アルファベット FR となっています。フロントライトになりますので、運転席側になります。助手席は FL。 運転席の後部座席はリア・ライトで RR となっています。反対側はリア・レフトですので RL という表記になっていますので必ずタグを確認して間違わないように貼り込みしてください。貼、はい、り込みはちょうどこのピアノブラックのパネルの部分になっている表面に貼り込みするようになります。ですので全体的にこのバランスを見ながらフィルムを置いてください。あとは 丁寧に水抜きをして仕上げるそういった貼り方になりますでは実際に貼っていきます はい、これでアウタードアハンドルプロテクションフィルムの貼り込みが完了になります。はい、続いてピラープロテクションフィルムの貼り方の説明になります。こちらは片側で5点、左右合わせると10点のパーツからなっております。はい、商品には必ずこのようにタグが付いていますので、こちらを確認してください。最後の2文字が、例えばこちら R の1となっています。R というのはライトですので右側になります。運転席側になります。 これが片側5点ですので、R の1番から R の5番まで数字が振ってあります。そしてこの番号ですが、前側から1番になりますので、R の1番はこの部分になります。はい、そして番号順に R の2番はこの B ピラーフロント側です。そして3番がこちら。はい、4番はこの三角形のパネルの部分。そして5番がその隣の細長いところになります。こういったように。 必ず所定の場所に貼り込みするようになっておりますのでタグを確認した上で仮合わせをして貼り込みしていってくださいはいではこのピラーへの実際のプロテクションフィルムの貼り方は別な動画で紹介していますのでこちらが参考になりますご覧くださいそれでは貼り込みをしていきます はい。ピラープロテクションフィルムはこのようにして貼り込みしていきます。はい。では、モールプロテクションフィルムの貼り方になりますが、今回こちらの車両にはプロテクションフィルムの貼り込みはしませんので、カット済みシートのブラックカーボンシートを用いて説明していきます。まず商品は片側で 7分割になっていますので、左右合わせると14点のパーツになっています。それぞれが必ず所定の箇所に貼り込むようになっていますので、こちらの商品にはタグがついています。今回ブラックカーボンシートですので分かりやすいのでお見せしますが、このように最後のアルファベット R1 となっています。こちらは R2 となっています。こういったようにタグがついていまして、運転席側、右側ですね。こちらに貼るものは R の 1>, 1から R の7という番号が振ってあります。反対側 L の1から L の7になります。R というのはライトですので右側になります。そして番号は1番。これが前側からになりますので1番のパーツはこのように。はい、ここが1番になります。同じように今度2番はこの下側になります。下側のモール。これで2番。 ここはメッキパーツが分離していますので、純正のその分離に順じて、こちらのシートも分割してあります。はい、このようにして、ここが3番、R の3ですね。で、R の4番、R の5番、R の6番、そして最後 R、R の7番で1番につながるようになります。こういったようにタグがついていますので、必ずこのタグを確認した上で、 さらに貼る前にですね必ず仮合わせをして間違っていないか確認してください単なる帯状のまっすぐのシートではなくて例えばこういったところこういったラウンドにカットしてありますもちろんこのクォーターのガラスもこのようにカットしていますので必ずその場所確認して貼り込みしてくださいでは実際のプロテクションフィルムをこのモールに貼る方法ですが別な車種で紹介していますのでこちらをご覧くださいそれでは貼り込みしていきますが、 後ろ側のドアのモールと特徴あるクォーターのガラスこちらで張り込みを紹介していきます。 はい、これで張り込みが完了になります。はい、続いてはモール下側に張り込みしていきます。 はい、これで張り込みが完了になります。続いてはこのクォーターガラス部分のモールのプロテクションフィルムを貼り込みします。 はい、今ここまでは張り込みが完了した状態になります。最後にこのリアドアを開けまして、そうするとこの先端ですね、この部分はこの内側にこのように折り返すようになります。はい、これで張り込みが完了になります。はい、モールプロテクションフィルムはこのようにして張り込みします。 はい。ドアステッププロテクションフィルムの貼り方になりますが、今回はですね、プロテクションフィルムの施工はしませんので、こちらのカット済みシートのブラックカーボンシートで説明します。実際のプロテクションフィルムも形状はですね、これと全く同じものになっています。はい。今2枚持っていますが、こちらの長い方、これがフロント用です。そして短い方が後部座席、リア用になります。ですので、こちら長い方が2枚、短い方が2枚で合計4枚。 4点で1台分になっています貼り方になりますがまず位置合わせはですねこの場所という限定的なところはありませんので傷がつくであろう場所に前後にスライドをさせて貼り込みしますそして横の位置ですが横はこのように折り返してこの側面部分まで保護しますのでこの下のラインから向こう側にオーバーランしない位置約 1cm ほどがいいと思いますが、いいいい。と思ますこのよよううにになるように張り込みしてくださいですのであまり極端にこのウェザーストリップモールの中に入れてしまうとこの角が保護できなくなってしまいますし手前すぎるとここを超えてしまいますのでそちらを加減して張り込みしてください、はい、それからこの前後の位置も同じようにあまり前すぎても向こう側に乗っかっかてしまいまいす。この部分には足はあまり当たりませんので足はこのように通過していきますのでなるべく後ろ寄りに張り込みするといいでしょう この時の注意点ですが、ドアステップの商品単体で張り込みする場合には問題ないんですが、センターピラーと同時に施工する場合はですね、このステップパネルの切れ目のライン、ここがパネルが分離するときに分かれるところになりますが、この分離ラインよりもこちらの商品のラインがこのように超えてしまうと、センターピラープロテクションフィルムが上側になってしまいます。そうするとですね、運転席側には 表示のステッカーそれから助手席側にはコーションプレートが付いていますのでそこに乗ってしまいますのでここを越えないように貼り込みしてください、はい、ではこちらのドアステッププロテクションフィルムの実際の貼り方はこちらの動画を参考にしてください これでドアステッププロテクションフィルムの貼り込みが完了ですセンターピラープロテクションフィルムの貼り方になりますこちらはこういったシートが2点で1台分になっていますが右用左用専用になっています必ず商品の下側にありますこのタグを確認してくださいこちらのタグの最後のアルファベット2文字が FR はフロントライトですので運転席側になります FL は反対側の助手席側になります 運転席と助手席側では長さも違いますので、間違えないように貼り込みしてください。貼、はい、り込みする場合には、このタグが下側になります。ですので、剥がしてしまうと上下がわからなくなってしまいますので、必ずこちら意識して、剥離紙を剥がしてください。洗剤水を吹き付けて、シートを乗せましたらば、位置合わせになります。位置合わせは、このパネルの分離ライン、このステップパネルが、 外れるようになっていますがこの分離ラインと同じくらいにしますと運転席側の場合にはタイヤサイズそれから空気圧の表示のステッカーこの下側にちょうど来るようになります助手席側の場合にはコーションプレートの下側にちょうど来るようになっていますのでこのバランスを見てくださいこれが前後の位置ですねそれから左右の位置になりますがこのプロテクションフィルムはこのように折り返して角を保護するようになっています 折り返し量は約 1cm なんですがちょうどここにプレスラインがありますのでこのプレスラインよりこちら側に来ないように注意して貼り込みしてください。では実際に貼っていきます。 これでセンターピラープロテクションフィルムの貼り込みが完了になりますリアクォータープロテクションフィルムの貼り方になりますこちらは片側で3点のパーツ左右合わせると6点の商品になっています一つずつ紹介しますとまずこういった大きな幅の広いシートこちらはこのタグを下側にしましてこの面とさらに折り返して角を保護するように貼り込みしますそしてもう一つが下側がこういった形状になっているもの こちらはこの部分です。この形状がここに合うようになっていますので、こういった形でウォーターのフェンダー側、外側ですね、ここを保護できるように作ってあります。そして最後、真ん中にこういった丸型のカットの形状があるものがありますが、こういった形状のものは、このカットの部分を逃げるように作っていますので、こういった形で貼り込みします。この3点で片側が構成されます。張り込みする順番になりますが、一番最初に はい、このパーツですね下側がこういった形状になったこの部分をまず一番最初に貼り込みします次にこの部分ですこの丸くカットがある部分この部分を貼り込みしますそして最後にこちら広い面積のところですねこの部分を3番目に貼っていきますですので一番最初に貼るシートこれがこの形状に合いますのでこの角の部分を合わせてこのフェンダーのラインに沿ってラインを合わせて貼り込みします そして、貼り込みしたプロテクションフィルムのこのラインに合わせてこちらのパーツのこのラインとこの丸の形状を合わせて貼り込みします次にこの2番目に貼り込みしたプロテクションフィルムのこのラインに合わせて最後の3番目のパーツのこの部分のラインを合わせて貼り込みする1番2番3番こういった順番で貼り込みしてくださいでは実際に貼っていきます はい、このようにして3箇所を貼り込みしてリアクォータープロテクションフィルムの貼り込みは完了になります、はい、リアバンパープロテクションフィルムの貼り方になりますこちらはバージョン別で2種類になっていますまずはこのシート1点のものが通常のリアバンパープロテクションフィルムになりますそしてバージョン2はこのリアバンパープロテクションフィルムの1点にもう1点追加したものがバージョン2となりますそれが この立ち上がりの部分ですね。ここに貼り込みができるものになります。ですので、バージョン2をお買い求めの場合には2点。通常のリアバンパープロテクションフィルムの場合には、この大きなシートが1点になります。では、それぞれの貼り方を説明します。まず、リアバンパープロテクションフィルム、この商品1点のみの場合には、この部分に貼り込みしますが、位置合わせはこの位置という断定的な部分はありませんので、 洗剤水を吹きつけた後にフィルムを置きましたらばまず左右でバランスを見てください極端に例えばこの右側によってここに乗っかってしまったりですとか反対側も一緒ですねこのように極端に偏ることのないようにバランスよくフィルムを置きます位置が決まれば表面を鳴らしてまずこの上の面をしっかり水抜きをして今度はこのように折り返して下側に向かって水抜きして仕上げていきます リアバンパープロテクションフィルムバージョン2の場合には2点になりますのでまず貼る順番はこちらが2番目になりますバージョン2の場合にはまずこの立ち上がり部分のこの幅の細い方こちらのフィルムの形状をこのバンパーのこのカーブに合わせてバランスよくこちらもですね左右ずらしながらバランスを見てくださいこういった形で最初にこのフィルムを 貼り込みして次にこちらの幅の広い方のフィルムを最初に貼ったプロテクションフィルムのパーツに合わせてバランスを見ながら貼り込みしていくこういった順番になりますでは今回はバージョン2の貼り方で実際の貼り込みを紹介していきます これでリアバンパープロテクションフィルム今回はバージョン2の貼り方これで完了になりますバージョン1の場合にはこの立ち上がりはありませんのでこの大きな幅の広いシートをうまくバランスをとって今のようにして貼り込みしてくださいリアハッチプロテクションフィルムの貼り方になりますこちらはこの細長いシートが1点の商品になっています貼る際の位置合わせはこの形状ですねこちらの形状が この部分の形状に合わせてありますので左右どちらでもいいです。貼りやすい方のこの形状を合わせていきます。あとはこちらの下側のラインを合わせていって少しテンションをかけながらですね少し引き気味にして最後どちらかの反対側の端を合わせるこちらから貼った場合にはこちら側の端を同じように合わせて貼り込みします注意点はこのエッジの部分あまり追いすぎると こちら側に巻くようになってしまいますのでそうすると浮いて剥がれやすくなりますギリギリの面で終わる部分そこに張り込みしていってくださいでは実際に貼っていきます でこれでリアハッチプロテクションフィルムの貼り込みが完了になります、はい。テールプロテクションフィルムの貼り方です。こちらは片側で2分割になっています。左右合わせると4点で1台分です。長い方のプロテクションフィルムはこちらの車両外側のテールユニット。そして短い方がこのゲート側のテールユニットのこの上面に貼り込むようにカットしたものになります。それぞれ位置合わせはこの部分ですね。こう合わせてこちら側。 ゲート側はこの部分を合わせてこちら側に張り込みしていきます張り込みする場合の横のラインはこの部分を合わせていきますあまりこの車体側に入れすぎないようにかつ外側に行きますと今度はこの部分を折り返すようになってしまいますのでそうならないように貼っていきますこの面で張り込みするイメージになりますでは実際に貼っていきます はい、これでテールプロテクションフィルムの貼り込みが完了になります。はい、今回の動画、レクサスアレックス専用カット済みプロテクションフィルムいかがだったでしょうか。今回紹介しましたこちらの商品は当店のホームページ、オンラインストアで購入が可能になっております。商品ページはこの動画の説明文、概要欄に記載してあります。こちらの動画のタイトルをタップしますと、概要欄が表示されます。そちらに記載されている商品ページの URL でぜひチェックしてください。 通信販売でご購入いただきまして DIY で手軽に貼り込みができる商品になっていますがどうしても自信がないなという方はもちろん当店での作業も受けたまっておりますその場合でも同じように商品ページからご購入いただきまして配送の選択というところで店舗取り付け商品をご選択くださいこちらから工賃を含めた合計金額のご案内をメールで差し上げております内容をご確認の上お振り込みという運びになりますご入金の確認ができましたらば 続いて作業の日程等のお打ち合わせのメールを送らせていただいております。はい、当店は長野県松本市に所在しております。最寄りの塩尻北インターから当店までの道のりをホームページに動画で掲載しておりますのでご来店の際の参考にしてください。はい、今後もこういった車種専用商品、オリジナル商品発売しましたらばこのアクアチャンネルで随時紹介していきます。ぜひチャンネル登録をしてチェックしてください。はい、それでは今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。